第8回白鵬賞4歳オープン戦10頭配布も飛び出しています。先行争いです。まだ広がっていますが、第1障害中枠パトカーが上がっていきます。4番の白大砲、5番のアーモンドセブン、ほとんど一難です。外からは9番の影砲と1障害の中間点を過ぎようとしています。5番のアーモンドセブン、そして6番大金剣白大砲、内からは2番の北勝メジャー北楽区、さあ外の方から北勝勝も上がっていく。さあノンストップ直行でいきます。第2障害ほとんど一難ですが、外から9番影砲と上がってくるか。5番のアーモンドセブン先頭でクリア、並んで6番大金剣、内からは4番の白大砲、さらに7番の北勝勝、さらに9番の影砲と一段残り20差し掛かります。5番のアーモンドセブンわずかに先頭、8番の感謝の心上がっている、7番の北勝勝、さらには9番影砲と、しかし5番のアーモンドセブン1着、そして7番北勝勝、8番感謝の心、あとは9番影砲と6番快進撃、4番の白大砲北楽区、この辺りが6着争いかと思われます。帯広競馬場第10競走高知新聞社杯第8回白雪賞4歳オープン戦10頭ほとんど一段で第2障害までやってきました。そしてそのまま第2障害下ってきました。わずかに5番のアーモンドセブンが先頭で下ってそのまま押し切っています。5番のアーモンドセブンです。アーモンドセブンは